ドイツ語初級文法10回目レクション o ェ1 0動詞の3基本形過去と未来の認証変化になります担当の里村です、えー、ここのテーマは動詞の3基本形、えー、つまりまあ原形そして過去形過去分詞形と、まあ、3つの動詞の変化をまあどのように使うかということですね、はい、でまず、えー、キーセンテンスをご覧ください、えー、最初の文章ですね ich mache einen 私は散歩をしますという文章になります。これはまあ現在形になりますね。Ich mache これがまあ動詞になります。えー、語感は正 h ですね。そして語尾が A と。まあ、これは今までやってきましたですね。現在認証変化の形になります。アイネシパツエルガンク。まあ、これは目的語四角ですね。男性名詞の四角ということになります。ですから私は散歩をしますと。 でその次の文章ですね。いひまふて。語尾がですね、定英というふうに変わります。えー、現在、認証変化ですと英ですけれども、語尾が定ええー、と。これによってですね、えー、文章が、まあ、過去形になるということになります。えー、過去形ですね。えー、私は散歩をしましたと。文章です。そして、えー、さらにそれをですね未来形にします。未来形にする場合にはですね、えー 助動詞ビルトこれはですね、原型がベルデンという形ですけれども、このベルデンの三人称単数の形、ビィルトというのを助動詞に使いまして、それをマッヘンと組み合わせて使います。ヴィルトアイネンシパツヤガグマヘン。彼は散歩をするでしょうとです、ね。英語と同じようにですね、助動詞、未来の助動詞は、 動詞の原形と組になりますけれども、えー、ただしドイツ語の場合この原形がですね、一番文の最後に置かれるというのが特徴になります。えー、ですので英語と違いまして、助動詞の直後に置かれるのではなく、文の最後に原形が置かれ、それが未来を表す助動詞ですね、ドイツ語ですとベルデンと組になって使われるというのが原則になります。 それでそれぞれのですね、この3基本形、原形、過去形、過去分子形ですねこれをどのように作るかということをご説明します。まず、ですね、英語とまあドイツ語が違うところは、ですね英語ですとまあ原形、過去形、過去分子形というふうに言いましたけれども、ドイツ語ではこの原形をまあ不定詞というふうに言います。そしてえ過過去去形はまあ過去 基本形と基本という言葉をです、ね、追加しています。と言いますのも、ドイツ語では過去形もですね認証によって変化をするためにですねその基本になる形、これを特には過去の基本形と言って、ですねそれが認証を変化した形、それがまあすなわち過去形ということになります。で最後、ですね過去分子形、これはまあ同じということになりまして、 まあ原形、まあ、これが不定詞ですね。そして過去基本形、まあ、過去形ですね。そして過去分子形ということで、まあ、以上、三基本形ということになります。でその三基本形の作り方はです、ね、まあ、ドイツ語では3つのパターンに大きく分かります。3つのパターンと言いますのは、弱変化、強変化、混合変化と。 いうことですがこの弱変化というのはドイツ語の規則変化とお考えください。規則的に変化をするんですね。規則変化と。で、強変化と混合変化。これがいわゆる不規則変化ということになります。ですから、ドイツ語ではですね、大きく分けまして弱変化と強変化と混合変化の組みに分かれまして、この弱変化が規則変化と。そして 強変化、混合変化が、まあ規則変化ということになります。それでまずですね、えー、規則変化にあたる弱変化からご説明をします。で、この動詞の特徴というのは、語尾にありましてですね、えー、まあ、 このです、ね、動詞のまず不定詞、まあ、原型ですけれどもこれはまあ an で終わるとこれはまあ通常の動詞ですねの形と同じになりますそして過去形がですね定 A とこれが特徴になります過去形は定 A という語尾で終わりますそして過去分詞はですね一番最初に「下」というですね前綴りがついて最後語尾に「手」がつきます つまり、an、そして、a t a そして、ge、なりなり、t と。これがですね、弱変化、規則変化の特徴になります。これをよく頭に入れてください。ですので、何度もですね、遠定のゲット t o と。遠、まあ、定の円ですね、まあ。日本語でもし覚えるとすると、遠定のゲットと覚えてください。 ゲットというのは昔ユダヤ人が押し込められていた教授区のことをゲットと言いましたけれども、それが丸い庭のようになっているというふうに覚えていただければと思います。ですのでそのポイントのところですね、三基本形のこの形、これをしっかり頭に入れてください。 でですの次の練習問題ですね次の動詞の過去基本形と過去文詞を調べなさいということですがこれはいずれもですね弱変化規則変化でありますのでそれぞれの形がまずどこまで五感なのかですね五感のところをまずきちっとですね区別をしていただいてそしてさらにそれにで AN、TA、GETT と。 え過去形、過去基本形のですね、えー、変化をさせていただければ、これは特に問題なく作ることができると思います。えー、続きまして、ですね2番目としまして、えー、いわゆる不規則変化の中がですね、まあ、2つに分かれますが、まあ、その最初がですね強変化同士というものになります。 でこの強変化動詞というのはですね、まあ、強く変化をすると、まあ、通常の、えー、不規則変化とお考えいただいた結果です、えー、でこれはですね、まあ、若干、えー、規則性といいますかその母音がですね、まあ、変化をすると、えー、いうことですので、まあ、その母音の変化に注目することもできますが、まあ、しかしこれは英語と同じようにですね、英語の規則変化と同じように、まああのー、それぞれですね、口になじませて過去形、過去分子形ですね を覚えていいいいいたただ方が早いという,ふうに思います、まあ、例えばそこのピンクの表のところの一番上ですね「滞在をする」という動詞ですけども「えー、ブライベン」ですね、えー、これは五感がですね「ベーまででありますけれどもそうしますと、えー、過去基本形がですね「ブリープ」えー、多少ですね同じ部分も残っていますが、えー 太くなっている部分ですねこれが母音にあたりますけれどもそこの母音のところが変化しているのがお分かりだと思いますそして過去分詞系がですねゲ、ブリ、ベンとなります、えー、過去分詞系の特徴としましてはですね先ほどの規則変化ですとゲットになりましたけれども、えー、この強変化まあ、規則変化の特徴はゲは前つで同じですけれども語尾が AN というですね形になります えー、次のですね車で行く問題です。ファーレン、フア、そしてゲファーレンという形になります。えー、不定詞は、まあ、今までのです、ね、やってきた動詞と同じ形で、A、N で終わりますけれどもそして過去形がですねフアという短い形五感、まあの部分だけになるということですねで。母音が変化をしています。そして過去分子形はゲファーレンと。 最初のその不定詞ですねの形ファーレンのファーというですね部分が戻りま,に戻りましてです、ね、そこにゲと AN という語尾がついた形になりますその次のコメも同様にですねコンメンカームゲコンメンですねこれもですね不定詞と過去分詞系の えー、五感の部分ですね、えー、そこはまあ同じ形になりますが、えー、過去の基本形はですね「カーム」と、えー、最初まあ母音がですね「O」の部分だったのがこれが「r に変わりましてそしてまた過去分子形では「O」に戻るというふうにまあ母音の交代が行われていますですからまあ母音の交代に注目していただいても結構ですが、まあ、しかしですね、えー、そのまま まあ口になじませてですね、覚えていただいた方が早いと思います。例えば、レーゼン、ラス、ゲレーゼンという感じですね。で、覚えていただくと。はい、で、次の練習の2番目ですね、次の動詞の過去基本形と過去分詞形を調べなさいということとありますけれども、 1>, 1番が B 点、2番が春点、3番がルーフェンとなります。で、これはですね、教科書の後ろにですね、不規則変化表があります。そこの不規則変化表のところを参考にですね、していただければと思います。で、その不規則変化表のところにはですね、不定詞と過去基本形、そして過去分詞というところがありますので、そこの部分ですね、をそのまま書き写していただければと思います。 思いますで次のポイントのところですね、強変化、まあ、規則変化の3基本形は、まあ、不定詞が AN で終わりまして、で過去の基本形、まあ、これは基本的にですね、その原形の五感の部分ですね、五感の部分だけが母音がです、ね、変化をして、えー、形がま入ると。そして過去分子形は、何何 AN という形ですね、になるということです。 はい、でその次、3番目です。3番目が、ね、混合変化動詞というものになります。でこの混合変化どうしもです、ね、一応不規則変化のカテゴリーに入ります。ただし先ほどのです、ね、強変化どとまとどこが違うかといいますとです、ね、この混合変化どのまの形の特徴です、ね、が不定詞が AN と。 そして過去基本形が定 A と、そして過去分子形がゲになりない定という風になっているのがお分かりだと思いますけども、このですね、円、え、定、ー、のゲットという形は、あの先ほどのですね、弱変化と同じ形になっています。円、え、定、ー、のゲットですね。 ですので基本的にですねこの混合変化動詞というのは形だけ見ますとですね弱変化同士と非常に似ているわけですがただし違うところはですねここの×の部分ですね×つまり今変化をしていると例えばブリンゲンですとブリンゲンゲーまでがですねこれ五感でありますけれども過去基本形を見ますとブラッテというふうに この、えー、動詞の五感の部分の母音がですね、えー、と変化をしているのがわかると思います。つまり、えー、不定詞の部分ですと E という母音がですね、えー、過去基本形になりますとあーになりましてそして過去分詞形の場合もここがですねア、えー。 の母音に変化をしています、えー、先ほどのですね、えー、弱変化同士、まあ、規則変化はこの五感の部分はですね全く変化がなかったんですがこの混合変化同士というのは形から言いますと先ほどのまあ規則変化弱変化と同じ形になっていますがしかしよく見ますと五感の部分の母音がですね変化をしているのがお分かりいただけると思います。で、えー、ですのでもう その次の次でですすね考えるという動詞ですこれも同じようにだって下だってということでもともとの母音五感の母音 A が過去形では R になりまして過去分子形でも R に変化するということでまあ一見するとですね弱変化規則変化と同じように見えるんですがしかし五感の母音がですね変化をしているというところに注意をしてください。 はいですからポイントのところを確認しますとまずドイツ語の動詞は大きく分けましてまあ規則変化と不規則変化に分かれそして不規則変化のうちですねまあ通常のその変化通常の不規則変化ですねは強変化動詞そしてこの弱変化動詞と同じような形なんだけれども五感の部分の母音が変化をするものこれが混合変化動詞というふうに 分けられます、えー、と4番目ですけれども、えー、重要な不規則変化動詞ということで、えー、今までやりましたですね規則変化不規則変化の変化に、まあ、当てはまらないものでさらに重要なですね動詞というのが、まあ、いくつかあります。それをここで学びますが、えー、3つほど挙げてあります。まあ、最初は「座院」ですねこれ英語の B 動詞になりますけれども「座、え、院、ー」「バール」「ゲベーゼン えーまあ、内々であるというですね、えー B、英語の B 動詞にあたりますけれどもこれがまあ過去形か分詞形ですね、まあ、かなり大きくですね形が変わっているのがお分かりいただけると思いますで2番目がこれもですね、えーまあ、若干形が変わっているのがお分かりいただけると思いますこれもそのまま覚えていただきたいと思います で3番目がヴェルデン、〜何々になる,なるですね。ヴェルデンブルでゲボルデンという形になります。でこのヴェルデンというのは後でありますけれども、これはあの未来形の時にもですね出てくる動詞でありまして、まあ、未来形の場合は助動詞になりますけれども、〜何々になるというですね意味以外にいくつかですね使い方があります。ですので、ご注意ください。 でその次ですね5番目、えー、過去分子形に「ゲ」がつかない形と動詞ということですねでこれはですねあの先ほどまあ円の「ゲットと」とあるいはまあ強変化の場合にもですね「ゲー〜何々 AN」という形になるということで、まあ、過去分子形にはですね、まあ、多くの場合「まあ、ゲー A と」とこのですね、まあ、相続りがつく動詞が多かったんですが しかしですね、特定の前綴りを持っている、まあ、前綴りというのは動詞の前にですね、まあ、特定のあづりが来ることですけれども、まあ、その前綴りを持つ動詞が来る場合はですね、過去分詞形に下がつかないことがあります。でそれはすでにですね、ある特定の前綴りを持っている動詞ですね、えー、ということになりまして、その特定の前綴りがもうすでについているものは、 各分子系にゲがつかないとでその特定の前つづりというのはここに挙げてありますけれども「べええ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 そしてええ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  でこれをですね、まあ、全部覚えるのはちょっと大変かなと思われる方もいると思いますけれどもこれはもうそのままですね、えー、覚えてください、えー。ベエンプエンテルそしてゲフェアツェアミスト。えー、ベエンペンテル ゲフェアツェアミスト、えー、そのままあ口になじまして、まあ、10回ぐらい言っていただければですね、えー、覚えていただけると思います。ベエンペンテル、ゲフェアツェアミス。ヴ、えー、ベエンペンテル、まあ、ペンテルっていう会社がありますけれども、ベエンペンテル、そしてゲフェアツェア,ツアミスト、えー。ゲがここですね。そしてフェアツェアミスト。 こういう感じですね。10回ぐらいおまじ、あのようにですね、言っていただければ、まあ、覚えられると思います。ですので、この前綴りがついているものはですね、過去分子形に、ゲイ A という前綴りがつきません。ですので、必ずですね、これをちょっと覚えておいていただければと思います。 はい、で例えば、共変化動詞ですね。えー、フェアシュテーンという動詞があります。このフェアシュテーンのシュテーンというのが,が、まあ、基本になる動詞でありまして、その前にですね、フェアという前通字がついています。でこのフェアシュテーンという動詞は、えー、シュテーンという動詞がまあ基本になりまして、そこに前にですね、フェアがついているとお考えください。 で一応です、ね、この指定円とフ,ォアフェア指定円ですね、えー。この2つをちょっと比べて、まあ、変化形を見てみましょう。そうしますと、まず指定円から見ますと、指定員、スタント、ゲシという形になります。でこれはあの前通じはついてませんから、過去分式にゲー、A、えー、というのがちゃんとついていますが、えー、この指定円にフェアがついた形ですね。フェア指定円これは理解をするという意味でありますけれども、 えー、フェアシュタン。これを過去形過去分詞形にしますとどうなるか。そうしますと、まず過去形がフェアシュタント。えー、先ほどのシュタントにフェアという前ずつがついて、フェアシュタントとなりますで。問題は過去分詞形でありましてですね、えー、このシュタンの過去分詞形はゲシュタンデンでありますけれども、えー、フェアシュタンの過去分詞形はフェアゲシュタンデンにはならず、フェアシュタンデンと。 ですね、フェアというのがつくだけでありましてここにはゲというですね前つりがつきません、えー、これに注意をお願いしたいと思います例えばその下ですね強変化動詞のツヤ・ブレッヘンという動詞ですね、えー、このまあ変化形も確認したいと思いますもともとはですねブレッヘンという動詞ですねこれ英語のブレイクと同じですけども壊すというんですけども えー、これのですね、過去形、過去分詞形は、ブレッヘン、ブラハ、ゲブロッヘンですね。ブレッヘン、ブラハ、ゲブロッヘンになります。そうしますと、おツヤ・ブレッヘンというのは、まあ基本的にその動詞の前にツヤというですね、前筋がついていますので、まず、不定書はツヤ・ブレッヘン。これはいいですね。そして、過去形音形はツヤ・ブラハ。ツヤ・ブラハですね。そして、過去分詞形はツヤ・ゲブロッヘンにはならず、ツヤ・ ブロヘンですつ、ね、やゲブロヘンではなくつやブロヘンという形になります。えー、以上を注意をしてください。でもう一つですね、過去分子形にギがつかない形があります。それはですね、今まで若干出てきた形ですけども、ドイツ語の動詞のうちですね、最後、〜何々いレンという風な 形で終わる動詞が若干ありますこれはもともとラテン語から由来する動詞でありましてですね若干まあ難しい、まあ、抽象的なですね意味の動詞が多いんですけれども例えば「勉強する」「ストゥディーレン」ですねそして「そしてディフィニーレン」ですね定義をするという意味です。 でこの場合ですね、過去分子系のいずれもですね、下がついていないのがお分かりになります。で、またこの〜いいれんというのは基本的にはですね、弱変化、要するにまあ規則変化でありますので、過去基本形には低 A というのがつきます。よろしいでしょうか。 はい、で練習3番目、えー、次の動詞の各基本形と過去分詞形を調べなさいということでありますけれども、えー、とまず1番、エンフィンデンですね。えー、これはエンプというですね前綴りがついているのに注意してください。2番目がブレンデンですね、えー。そして3番目がーレザビーデンですね。えーまあ、予約をするという意味になります。これもイーレンというです、ねえー、あつ綴りで終わっているのに注意をしてください。 えー、そういった次のページの2番目、ですね、えー、過去認証変化ということで,ですね、えー、今まではですね、まあ、現在認証変化をまあやってきたわけでありますけれども、まあ、今、ですね過去形を習いましたので、まあ、過去の認証変化、過去形を使って ま確認しておきたいいと思まますでまず、今までですね、えー、現在認証変化を習ってきましたけれども、えー、基本的にですね、現在認証変化の語尾変化というのは、エーストとと、エンドということでありました。これも何度もやりましたので、えー、もうすでに皆さん覚えてらっしゃると思います。で、えー、基本的にですね、えー、過去 系の作り方というのはですね。今あ習いました。その過去基本形ですねそこの語尾に過去の認証変化の語尾をつけるということになります。繰り返しますが、あ、過去形というのは今習いました。過去の基本形の形にさらに過去の認証変化語尾をつけるということになりました。 えですので、まあ、現在認証変化はエストと円と円でありましたけれども、えー、今度は過去はですねどうなるかと言いますと、ここのですね単数の一人称一比の場合には棒があついています。この棒というのは何も語尾がつかないということですね。えー、ですから、棒とまあ一応表現します。で、えー、単数の二人称はステ、そして三人称もまた棒が出てきます。 そして複数の一人称が AN ですが、この A はですね、括弧に入っていますように、既、まあ、にゴミに A がついているものに関しては N だけで。もし A がない場合は AN というのをつけます。そして複数の二人称は T。そして複数の三人称は AN。で、大文字の Z も AN ということで、これもですね、同様に、まあ、口になじますと覚えるとしますと、 ボースとボーエンとエンと、ボースとボーエンとエンというふうに覚えていただければと思います。はい。で、次にですね、これを実際に過去基本形にどのようにくっつけるかということであります。そうしますと、過去基本形はですね、今習いましたけれども、例えば、レルネンという動詞ですね、これの過去基本形は、これ規則変化になりまして、レルンテとなります。 はいですからレルンテというのがまあ,あくまでも基本になりましてこれに語尾をつけていくと今のですねえ語尾をつけていくというふうになりますですからレルンテの単数の一人称はレルンテになりますでえ単数の2人称ですねえ同じように語尾を ST をつけますとレルンテ でですとですととねこここのところを間違えない,でいそして、えー、単数の3人称ですねこれも棒で、まあ、語尾がつきませんからレルンテ複数の2人称はレルンテンそして、えー、ここですねそして複数の2人称はレルンテットそして複数の3人称はレルンテン大文字の字はレルンテンというふうになります。えー ここでですね、まあ、間違いが多いのはですね、えー、基本的にですねこのレルンテという形はあ必ずこの過去形の中に入るということになりますですからレルンテという形にさらに語尾をつけるとでよく間違えるのはですねここにレルンテというふうになった時にこの五感のところに語尾をつけてしまうと ですからレルンの後ろにですね今の過去の語尾をつける人がいますけれどもそうではなくて基本的にはレルンてというですねこの全体の後に語尾をつけていただくと。ですから「手」という最後のですね過去を示す語尾というのは必ずこの過去形の中には入ってでさらにその後とに語尾をつけると。 といいうここですねこれを間違えずに行ってくださいそれでは練習の4番ですねまず1番レーベ便ですねこれを過去基本形にして認証認可をさせなさいということですからまずこれを過去形にしていた過去の基本形にするということになりますレーベ便はこれ規則変化でありますのでこのベイのところの後にですね過去の基本形の語尾をつけてください まあ、シュピーレも同じですね。これは規則変化、弱変化ですから、スピールまでが互換ですね。で、コメン。えー、これはまあ全く、あのー、違う変化をする、まあ、強変化ですね、えー。ですので、教科書の後ろの表をもう一度確認してですね、えー、過去基本形を見つけてください。で、これに基本的には、ボースとボー、円と円というですね、えー、語尾をつけていただければいいということになります。 はい、続きまして、えー、最後3番ですね未来形になります、えー、未来形はですね、えー、と英語でまあすでに皆さん未来形の作り方をやっていますので、まあ、大体その作り方と同じとお考えください、えー、つまり未来形はですね未来を表す助動詞とそしてその動詞のまあ原型ですね、えー、が組み合わされるということになります でただしドイツ語の場合はですねこの未来の助動詞というのがヴェルデンという助動詞でありましてさらにその動詞の原型、まあ、不定詞ですけれどもそれは文の一番最後に置かれます、えー、ドイツ語の場合はですね助動詞がですね使われる場合にはその動詞の原型はその助動詞の直後英語のように直後ではなく、えー、文末に置かれるとこれがまあ重要な約束になります それに気をつけていいいたただきたいと思いますで未来形はですねこのヴェルデンプラス動詞の原形動詞の不定詞ということになりますけれども一応主語によりまして若干、まあ、未来形の訳し方に工夫が必要になるということになります。例えば主語は一ですね私はと いうふうになりますと、まあ、私はないないでしょうと訳していただいてもいいんですが、まあ、何いするつもりであると、まあ、意思を表すような表現、文脈で使われることが多,く多いということですね。えー、例えば、主語が do の場合は、まあ、君は何々でしょうと、まあ、君は何々でしょうでも結構ですけれども、どちらかというと、その話し手のですね、まあ、意思、まあ、命令ですね、を表す場合が多いです。だから君は何々しなさいと。まあこういった 表現になることが多いですで3番目ですね主語が3人称単数の場合、まあ、Z この場合は彼女はですねその場合には、まあ、単純に、まあ、未来形の場合はですね「ないないでしょうと」と、まあ、訳していただいて「水、まあ、量」とか「まあ、これ単純な未来と」と彼女は今20歳でしょうと20歳にな,なるでしょうと、まあ、いう意味で訳していただければと思います。